タケノチク教務長の中森です。タケノチク教務英語課長のポリタです。このチャンネルをご覧の皆様、グッドボタンおよびチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今回はですね、立命ですね、はい、こちらの、まあ、全学部の英語やっていきたいと思いますが、タケノチクチャンネル、基本傾向全部一緒ですよね。そうですね、はい、全部学部同じですね、はい、はい。じゃあ早速見ていこうと思うんですが、まず時間が80分で大問が5題、大問2まで長文、3から5までが、文法みたいな、まあ、会話と文法ですね、という分け方になってますが、こちらじゃあまず長文の方から見ていきましょうか。はい、はい、で最初の大問1の方が内容1なんですが、まあおそらくここが一番時間がかかると思います、はい、全ての大問の中でですね。で内容1は順番通りに答えが出てきてくれますので、まあ非常に解きやすいとは思うんですが、はい、ちょっとですね、ノット問題ですね、 NOT が大きいですね。過去2の、はい、2月1日文系の方だと、はい、B に出てくるやつですけども、はい、これはちょっと時間がかかるかなと思いますね。ちょっと離れているヒントが、そして四角の2ですね、これがいわゆる、まあ、1、2、3と選ぶんですけども、はい、いわゆる True or False、 そして述べられてないですね、 Not given みたいなやつですね、はい、なんでこの3が大変です。この3つ目のですね、書いていないこと、本文から言えないっていうのを、しかねるやつですね。そうですね、はい、これがめんどくさいです。ここが激ムズですね、はい、2なのか3なのかを判断するというのが、矛盾なのか書かれていないのかっていうのが大変なところですね。なるほど。で最後はまあ用紙的なものになりますね。これ文章そのもの難易度的にはどうなんですか？そこまで難しくないですね、はい、中が多いです。難しい単語にはバンバン中がついてきてくれるので、そこは大変ではないとは思いますね。じゃあ内容がしっかり理解できているか、そして書いてないことが判断できるかどうかっていう、 そこはやっぱりポイントになるんですね。ここが圧倒的に難しいですね、レベル的には。で、あとは言い換え表現を見抜くというのがとっても大事になります。理解表現、はいはい、正解の選択肢はガツッと言い換えられている時がありますね、うんうんうん、うわそこまで言い換えてくるみたいなのもあったりするので、なるほど、そこが注意ですね。では続いて大問2ですね、はいはい、大問2なんですが、まあ、こちらはですね、空所補充は知識系ですね。知識系バンバン、はい、知識で解けていってしまうっていうのが多いと思いますね。でプラスで、まあ、この文法語法と、まあ、あとは文脈っていう感じになりますね、はい、まあ、そこまでなんですが、この代名詞の方はちょこっと注意しなければいけないですね。代名詞指示詞はですね、まあ、基本はそんな難しくないです。指している場所を見つけたりとか、はい、指している内容をこの本文中から持ってくるのは簡単なんですが、はい、そこが言い換えられてます。なるほど、また言い換えなんですね、はいはい、そのまま抜き出してこれ正解ってやればそんなに難しくないんですけども、はい、わざわざそこも言い換えてきます、はい、なのできちんと内容が分かっていないといけないっていうのがポイントになりますね、はい、基本は優しいものが多いんですが、はい、時々あれって思うような難問も入っていますので、気をつけないといけないところではありますね、まあ、慣れてなきゃいけないです、解き方ですね、うんうん、これも過去問やり込めって感じですかね。そうですね、はい、まあ、何だって同じ形式でいっぱい演習できますから1年と関西は最高やでは続いて大門さん、これは会話ですね。はい、そうですね、はい、会話も、まあ、すんなり解けるものが非常に多いんですけども、はい、選択肢がめんどくさいですね。10個もあるので、穴埋めが4つ、ね、箇所が4つしかないのに対して10個も選択肢あるので、はい、ほとんどは使わないというか、というのが非常にめんどくさいです。そして引っ掛ける気満々です。あとは話している相手がですね、店員さんだったりとか、うん、ホテルの人だったりとか、結構そういう場面があるんで、それだけで役割を考えればどっちのセリフかなっていうのは推測ができちゃうなんていうのもありますね。ポイントというかコツがいっぱいあります。ここは早く解くコツがたくさんあります。まず選択肢を見るんですね、見て、はい、でここで、まあ、代名詞指示詞っていうのがやはり一番のポイントになるので、指すものですね、はい、そこの代名詞や指示詞に印をつけておくとか、省略がされている場合はきちんと、あ、ここに省略が起きてるなっていうのを意識しておくとスッと答えが出るとかですね、そういうので選択肢を絞ることがだいぶ簡単にできるかなと思いますね、うん、では、まあ、大問4、5と、まあ、あの空所補充の問題が連続で続きますが、はい、こちらいかがでしょうか、はい、大問4の方はですね、これは文法語法の問題になります、はい、優しく作られていますね。もう基本的なことが知ってれば解けます。いわゆるネクステとかヴィンテージあたりをやっとけばいいっていう、はい、まさに本当にそのレベルで解けるように作られているものなので、はい、文自体も短いですし、ポイントもはっきりしてますので、はい、ここは落とせないです。これは全問正解目標で、はい、もう全問正解ですね、はい、でそれに対して大問5の方はですね、はい、こっちは
文では文法ではなく、はい、語の意味の問題なので、はい、語彙問題になりますので語彙の知識がないと解けないというものになります。出てる単語自体の難易度はいかがでしょうか。あ、これ結構バラバラです。バラバラ、はい。まあ、優しめの基本的なものから難しいものまで出てきますね、はい、なんでそこは結構差が激しいなと思いますね。難しいやつは難しい、まあ、無理なもんは無理みたいなこともあるってことですね。そうですね、もうその場合は消去法を使ってこれじゃないのってやるしかないですね、はい、といった形で、まあ見てると大体解きやすいけど一部に難易度高いの入ってるっていう感じなんですね。そうですね、はい、でまあ、高得点勝負になる学部も結構ありますね。やっぱ8割平均、この合格者平均8割超えてくるところとかもありますからね、はい、なるほど、まあ、ただ対策自体は過去もいっぱいあるんで、はい、まあ、それをしっかりやっていこうという形ですね。ありました、ありがとうございます。今回は以上です。武田塾公式アプリ Zoom 武田の Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法が分かります。詳細は概要欄から。